僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、沖縄残波岬ロイヤルホテル他各社の提供でお送りします。2017年11月29日水曜日、時刻は9時を回りました。観光情報番組読谷ラジオ1580回目の放送となります。ナビゲーターの正也です。今日の放送もここ読谷村高志峰にございます体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしていきます。朝早くから修学旅行生が大型バスに乗ってやってきた体験王国紫村、今からね101の体験ができる紫村の園内に入っていろんな沖縄の思い出を残していくんでしょうね。いいですね学生はさあそんな11月29日、早いですね。もう今週で11月終わりますよ。明日で終わりか。うわすごいね、金曜日から12月だよ。うわ冬が始まるよね。そんなもう沖縄、まあだいぶひんやりしてきてはいますけども、今日明日までは気温が高い27.6ということでね、高いんですけども、12月1日からは気温がぐっと下がり、沖縄県も本格的な冬に向かっていく気温になるという予報が出てます。体調管理ご注意ください。さあ話は変わりまして、皆さん突然ですが、皆さんが好きなキャラクターって何ですかね。このねキャラクター人気を世代別に見て調査したというですねデータがありますけども、2008年現在最も人気が高いキャラクター何だと思います？みんな大好きアンパンマン。このアンパンマンは第2位のキャラクターを倍以上引き離し、なんと7年連続でトップを独走しているのがこのアンパンマンだそうです。すごいね。で第2位というのがポケモン。すごいね。第2位ポケットモンスター、第3位はプリキュアって形で出ておりますけども、このねプリキュアとポケットモンスターは、まあ男の子女の子から絶大な支持を得ているということで、まあそれに加えテレビで放映されている、まあ、アニメの人気がそのままキャラクターの支持に直結してるだろうという結果が出てます。でこれとはまた逆に、年齢別20代30代の女性を対象に行った調査では、第1位がクマのプーさん、第2位がミフィー、第3位がリラックマということでね、動物をモデルにした癒し系のキャラクターに女性の人気が集中してると。でシルバー世代と言われている方々が好きなキャラクター、やっぱり王道ですね、サザエさん、ドラえもん、ミッキーマウスだよ。この3つもう王道中の王道のキャラクターがシルバー世代では大人気だそうです。
今日の読谷ラジオもですね、このキャラクターにまつわる読谷村情報を皆様にお届けしていきますので、楽しみにしていてください。この番組のどちらかで紹介していきます。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーターはマサヤです。観光情報番組読谷ラジオ、本日の放送もここ読谷村高志保体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしております。いや最高ですね、読谷村高志保上空晴れ晴れとして秋晴れが広がっておりますけども、今日は沖縄県全域このね清々しい気持ちのいい天気が続く予報が出ておりますね。観光で沖縄にいらしている方々、ちょうどいい過ごしやすい観光日和、楽しんでいただきたいと思います。沖縄に来たからには沖縄を楽しみつつ、ここ読谷村に来るともっとこの旅の楽しみが広がるということで、ナビゲートしていきますので10時までの1時間よろしくお願いします。時刻は9時6分になっております。沖縄はね、沖縄タイムというね、言葉があるぐらいゆったりとしている、そういうことで本日のドライビングナンバー、さあ沖縄を代表するレゲエアーティストね、もう本当私も大好きでいろんなコンサートに行ってますけどもね、今でもねもう本当にこう人気もすごい高い沖縄県を代表するレゲエアーティスト、ユード&プレティが歌います、ウチナータイム。
や沖縄は、まあ、11月、まあ、12月に、まあ、今週なるんですけども、それでもなんだろうな、こういうねレゲエサウンドが年中似合うなって感じしますよね。まあ、冬は冬の過ごし方がある中で、冬のねまた海というのも非常に素敵なんですよね実はね。まあ、沖縄に生まれてよかったなと本当に自然を見て感じることもあるんですけども、それを感じられることが特にできるのがここ読谷村、観光で沖縄にいらっしゃる方々、レンタカーご利用の皆さん、ぜひちょっと車を読谷村の方にね向けてもらって、読谷村の方に車向けてもらうって帰り地かということで、本日のドライビングナンバーユイソー&プラティウチナータイムお届けしました。さあこの後サブロージーのコーナーと続きます。サブロージー坂中ですか、よろしくお願いしますよ。サブロおじいが教える今日の沖縄の天気。ちょっとあちゃやはりていやんべのうちなないびしがとちたちからやひさくないびんどあてさびよふかんかいじるさいやちんちれろ樋口、はい、おじありがとう。まあ外に出るときはチンチレどうって当たり前のことをおじ言ってましたね。大丈夫ですかねおじはね。はい、チンチレ洋服着なさいよということでございます。時刻は9時12分になっておりますね。なんとこの時間は標準語で天気予報をお伝えしましょうねさっきの天気予報で終わってたらすごい番組だよね。まずは天気概況からです。本日の天気概況、沖縄本島地方と大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れておりますが、先島諸島は湿った空気の影響で曇っており、弱い雨の降っているところがあります。これは先島ね。沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高いでしょうということでございます。確かにね沖縄はね年中風が強いですからね、実際に出ている、この気温よりも寒く感じたり暑く感じたり、もう風の影響は非常に大きく出てますからね。そして29日本日の本島中南部の天気、本日29日東の風晴れ、波の高さは2メートル、日中の最高気温27、すごいね27だよ。11月の29日の時点で27度で、明日の日中最高気温も26度と出てますね。今日明日2日間降水確率は 10% から 20% と、まあ、雨の心配はなさそうです。しかし週末金曜日から、まあ、1日になりますけどもね、1日になりますけども12月、一気に気温が下がります。どれぐらい下がるかと言いますとね、12月1日最高気温が23度になります。明日までが26まで上がるのに一気に3度4度下がっていくと、で土曜日日曜日にかけては24度というか、出てますね。うん、皆さん体調管理にご注意ください。インフルエンザ、沖縄県民は非常にかかりやすいということなので、観光で沖縄にいらしている方々、出先で手洗いうがい確実にやってた方がいいと思いますね。せっかくの沖縄の旅でさ、風邪ひいてしまったらさ、そんな悲しいことはないですよ。まあということでご注意くださいね。さあこの後 CM を挟みまして、読谷なんでも調査団のコーナーとなりますが、読谷村でもキャラクターが見れる最終章、皆様にお届けします。それでは一旦 CM やいびん。
観光情報番組読谷ラジオ、11月29日、2017年11月29日、水曜日、本日ナビゲーターの正也でございます。ユーストリームをご覧の皆様だてにこの音声が聞こえてます。ラジオ本編では今 CM が流れております。なのでユーストリームを聞いてる方だけに正也のセクシーボイスをお届けしてます。さあ、観光で沖縄にいらしている方々もそうなんですけども、もちろん地元の方もで、ユーストリームでご覧になっている方、視聴している方、すべての皆様にぜひ読谷村の、なんだろうな、おすすめ、あなたがおすすめする読谷村情報であればね、ぜひメッセージをお寄せください。メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp です。ラジオ電話は CM が流れております。この声は今ユーストリームでご覧になっている皆様だけにお届けしてます。あなただけにお届けしてます。それでは CM が出ますので、また CM 後。読みたん、何でも調査団。時刻は9時17分になろうとしております。観光情報番組読みたんラジオ、この時間このコーナーをお届けしていきます。読みたん何でも調査団、どこにでもある、でもそこにしかない、読みたんラジオから始まる発展と触れ合い。絶対ね、ガイドブックではここまで教えないだろうっていうのをね、まあこの番組自体がラジオで聞くガイドブックと私ずっと言ってますけどもね、本当にそうなので、このラジオでしか聞けない情報、読谷村の情報、この番組365日やってるんですよ。実はという、で4年間365日、1日も休まず放送してます。この番組だけは4年間ですよ、365日、よう考えれよ、親考えてごらん。それぐらい読みたんですよ、ネタがあって放送できてるってことなんですよ。まだまだナビゲーターの正也ですら知らない部分がたくさんある。これをね、ぜひ観光で沖縄にいらしてる方々、地元の方々にね、知っていただきたい。でこれを知ることで、あなたの旅をもっと広げる楽しさを、あなたの旅に一味加えてみませんか。観光情報番組読谷ラジオ、本日お届けするのは、読谷村にキャラクター、シリーズ最終章、こちらをお届けします。読谷なんでも調査団、ゆう、はい、何でしょう。読谷村横田自治会のアンパンマンを調査してくれから、はい、本当に広がって広がって、はい、ミッキーマウス、あ、ミッキーマウスじゃない、なんだっけ、うん、ドラえもんとスポンジボブいる、はい、もうこれで終わりと思いきや、はい、キティちゃんもいる、キティちゃんもいるということで、その場所に来てます、はい、これね、こんにちは、こんにちは、すいません、FM 読みたんです、はい、あのリスナーの方から、はい、横田自治会にアンパンマンがいるから調査してって言われて、はい、でさっきアンパンマン見てきたんですよ、はいはい、でたまたまそこを通りかかった子供たちに、はい、アンパンマン以外にもいるよって言われて、はい、ドラえもんとスポンジボブ、これも紹介してもらって、はい、もうこれで終わりだと思ったら、はい、キティちゃんもいるよってことで探してたらここにあるんですけど、ちょっとお話いいですか、はい、すいません、はい、もう撮ってます、 FM タンの日賀と申します、はい、いつもありがとうございます。あ、いいえ、はい、お名前お願いします。横田自治会の村上と申します、はい、村上さん、はい、そもそもこれはどういう目的で作られたんですか。これはうちの初期の白間が作ってるんですよ。初期の白間、はい、みんな全部、これ意味が何かあるんですか。あと私たちの公民自治会はこの笑いを、生活の中で笑いを大切にしていこうということで、笑いヨガを推奨してるんですね。でそれで いろんなところにそのやっぱりホッとするようなものを、そういうものポイントで置きたいと、シロマのアイディアで。これなかなかいいですね自分で作って。これちなみにキティなんかキャラクター、やっぱり丸を使ってる、浮きを使ってるということ でキャラクターも限られてくると思うんですけど、なんか今後予定するキャラクターもありそうですか。本人に聞かないとわからないんですけど、すね、後ろにもありますよ。後ろ、何のキャラクターがいるんですか。
ちょっと破損して、これは公民館の裏手の方にしないといけない。アンパンマンだ。アンパンマン、え、初代のアンパンマンがいるんですか。本当だ。あれは初代、初代かな、どうかな、言う初代のアンパンマンが今叩かれてますね。アンパンマンのメンテナンス。そうですね、顔も変えなきゃいけない。なるほど、ユウ、謎が解けた。笑顔を絶やさない横田自治会のショッチさんの思いが、そうですね、なるほどね、いい自治会ですね。はい、ありがとうございます。まだ自治会として村から認められて今年で4年目。まだ4年目、それぐらいですよね。ふやふやの自治会です。ぜひこれをですね、ここにしかない場所ということで、観光者の方にもこの場所にしかない楽しさをちょっと見てほしくて、はい、探してちょっと回ってました。回ってみようということで、はい、もうなかなかないので。そうですね、ありがとうございます。無理にしてます。ぜひちょっとあの横田いいとこおいでということで、観光者地元の方にちょっと最後に PR コメントもらっていいですか。はい、横田自治会は新しくできた自治会ですけれども、うん、はい、本当に笑顔あり笑いあり、あの楽しく過ごせることをモットーにしています、うん、毎週水曜日も笑い服ストレッチクラブということで、はい、ね、筋トレ脳トレ体操をしています。その公民館を拠点に会員の皆さんが親睦、ね、また脳トレ筋トレで認知症予防健康づくりにつながって言ってくれたらいいなというふうに思っています。確かに笑うことでその健康につながる部分というのはすごくも、はい、臨床されてますからね。はい、そうですね。なるほど、はい、こういう横田に言う、はい、アンパンマン一つでここまで広がると思ってなかったよ、ね、まさか何体もいて、ね、しかもそれがちゃんと意味を持って作られてたんですね。素晴らしいね。今思うと割と笑顔とかニコちゃんマークとかその、まあね、書かれてましたからね。それにまたキャラクターのまたこの愛らしい、うん、しかも絵がうまいぞ。上手ですね。自分で拾ってきて、うちは拾ってくるんですか。自分で拾って海に行って担いで、マジっすか。で作る、でお家でペイントして、はあ、で地域のあちこちに、なるほどね、出現させている。出現という今後はじゃあもう本当にこれうちで作ったキャラクターがどんどん増えていく、これちょっと楽しみですね。この時はぜひあの我々に連絡ください。ゆうもう行くよ、これは、ね、お披露目会、ま、横田を応援コーナー進行なんて、すいません、急な取材でありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。あのね、あのね、明日まだだよ。あのね去年のね夏ぐらいにさ、リスナーから読谷村にアンパンマンがいるから調査してっていうものを今年やってで行ったの。本だらアンパンマン探しました。でこれはね、先々週か流したんですけども、アンパンマン探して終わりっていう予定だったんですけども、たまたまそこを通りかかった小学生に他にもいるのって聞いたら、いるよっていうので、横田にはアンパンマン以外に何がいるんだろうってことで調査して、ドラえもんとスポンジボブも探して、でこれで終わりと思いきや、今皆さんに紹介したキティちゃん、これ横田自治会の、まあ、公民館の入り口にいるんですけども、そこまでたどり着いたと。キャラクターってやっぱりね、今日ちょっとオープニングでも話したんですけども、やっぱりこんなんだろうな、キャラクターって癒しもそうなんですけども笑顔につながるということでね。なので読谷村はね、観光で沖縄にいらしてる方々に伝えたいのは、笑顔があり、またそこに癒しと心のゆとりというかね、あ、なんだろう、ここって初めて来たのに初めてじゃない感じっていうの、人とのつながりが非常に、なんだろうな、すごい密接してるというかね、こういう場所に、あ、来たら、あ、沖縄に来てよかった、あ、読谷村に来てよかったって絶対思えるので。でここでしかないキャラクター、しかもあの海に浮かぶ浮きを使ってのね、このキャラクター作りっていうのも非常に見事だなと思いますね。横田自治会国道58号沿いにですね、まあ、近くにはオキハムさんとかあるんですけども、ね、このオキハムさん手前、那覇から、まあ、北上していただくと大湾交差点というね、大型ビジョン、まあ、越えてそのまままた北に向かいますとね、国道58号沿いに一歩というですねラーメン屋さんがあります。はい、左の方に見えてきます。この一歩ラーメン屋さん、まあ、信号もあるんですけども、このここを左折していただくと下り坂になってます。この下り坂にまず
アンパンマンが出演してると、出演アンパンマンがいるので、これをスタートとして横田のキャラクター、はい、探しをしてもいいんじゃないかなと思いますよ。いや非常にねこのねアンパンマンから広がったね横田のこのなんだろうな思いというものでも逆に聞けてよかったですね。こういう最終章にふさわしいですね、はい、コメントもいただきました。横田自治会にはたくさんのキャラクターがいる最終章、ドラえもんから始まり、あ違う、アンパンマンから始まり、スポンジボブ、ドラえもん、最後にキティちゃん、まあ、これからもいろんなキャラクターが増えて笑顔が絶えない自治会を目指す横田自治会、ここにしかない読谷村のここにしかない、他のところにはないですよ。ぜひ皆さん癒しも見ながら、はい、読谷村横田に足を運んでください。観光情報番組読谷ラジオ、読谷なんでも調査団、横田自治会にはたくさんのキャラクター、最終章をお届けしました。さあ読谷村は日本一人口の多い村、それぐらい人が集まってくる村ということで、この曲をお届けします。ラグンブルーが歌います、読谷村。
沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーション。時刻は9時30分を回っております。毎週水曜日このお時間は沖縄残波岬ロイヤルホテル情報を皆様にお届けしていきます。久しぶりに水曜日担当しますね。私は自由気ままにリゾートアイランド沖縄残波岬ロイヤルホテル、心からのおもてなし情報を皆様に本日もお届けしていきます。で、久しぶりにこの方ゲストです。おはようございます。おはようございます、はい、沖縄残波岬ロイヤルホテル婚礼家宮平です。よろしくお願いします。宮さん久しぶりですね。なんか絡むのはラジオ。そうですね、一緒にするのは久々ですね。本当に久しぶりですね、はい、最近はもう暑くなったり寒くなったり、もう今週金曜日から12月ですよ、はい、皆さん体調どうですか？大丈夫ですか？そうですね、はい、毎日アルコール消毒してます大丈夫です、はい、素晴らしい酒は百薬の長ですからね。そうですねちょうどいい飲み方をすればいいですよね。そうそうです。宮平さんといえば、私と担当するときはなんか、はい、なんだろうな、伝説的なお話をちょっと冒頭にするんですけども何かここ最近で発展とかってあります？はい、あるんですか？発見しました。マジですか？私、営業で、村内の自治会とか、はいはい、よく訪問させていただいているんですが、はい、この間大発見しました。なんすか、なんすか、なんすか？ですね、戸口の自治会。はい、戸口自治会、ね、戸口、はい、はい、そこから、うん、少し、海の方に降りていくと、すぐ行きますね、はい、戸口ビーチございます、はい、そこで大発見。なんすか、なんすか？なんと、ちょうどその日天気も良くてですね、はい、風もなくて、あ、これいい日だなと思って、たまたま携帯の、カメラで写真を撮ったらですね、はい、なんと岩が、ハートの岩があったんですよ。あら、本当だ。本当です。え、これハート型の岩。本当だね。これ何、宮さんはたまたま、たまたま天気良かったので海の景色撮ってみようかなと思って撮ったら、あれ、なんか顔、本当だ、これは知らんかった、またロマンチックですね。宮田さん、撮ったこの海の風景に映ったこの岩がハートに見えるって、この発想がまたロマンティックですね、はい、婚礼家ですからさすがですね、もう持っていき方がプロですねいや素敵、戸口の浜で、はい、ハートの岩。そうです、でもこれ本当にこのコンディションが良くないと、多分ハートに見れないのかな。そうですかね、でも、はい、ドライブでですね、いらっしゃった際にはぜひ、ね、はい、婚礼家宮平がおすすめする、はい、戸口ビーチのハートの岩、はい、いいですね。そこでまた2人の愛を育むべく、はい、沖縄残波岬ロイヤルホテルでブライダル、はい、いいですね。よろしくお願いします。さすが持って行き方がもう GM 聞いてますかね、もうさすがですよこの営業はということで、はい、じゃあ早速残波岬ロイヤルホテルさんの情報、今日は何からお伝えしていきますか？はい、まずはもう、すぐ金曜日から、12月入りますので、はい、13階スカイレストランラファールのランチビュッフェが、うん、はい、あ、ランチ、はい、ご案内いたします。はい、12月1日からはですね、はい、またランチのメニューが変わりまして、もう12月からガラッと変わるんですね、はい、また、はい、なんと今回はですね、ステーキがワンプレートついて、で、カレーがですね、カレー、はい、なんとホワイトカレー、グリーンカレー、はい、イエローカレー、赤いバターチキンカレーに、お子様向けの甘口カレー、はい、通常のカレースープですね、いろんな種類のカレーを、ご用意しています。はい、それだけじゃなくても、また、和食の肉じゃがやお魚の煮付けなどですね。うわ、贅沢ですね。ランチですよね。もうそうですね、一度では全部制覇できないぐらいのメニュー内容となっておりますので、はい、ぜひ今週末金曜日からですね、はい、始まるんですね。メニューが変わりますので、これ期間は、このメニューは、12月から、2月までの、ランチメニューになります。なるほど、なるほど、はい、のでよろしくお願いします。ちなみにランチのお値段っておいくらですか？お値段は変わりませんで、大人お一人様、中学生以上ですけども2000円、小学生が1000円、なるほど、幼児3歳以上、未就学児が500円となっておりますので、ちょっと待って、はい、安くないですか？あ、はい、まあ、改めて聞くのもなんですけど、はい、これに、消費税サービス料も含まれておりますので、いや、はい、安い、はいまた、お食事だけじゃなくてですね、うん、13階の場合は最上階ということで、そうですよね、景色が、これは最高ですよね、本当見事ですよね、はい、もう、残波岬ロイヤルホテルに来た際には13階のランチビュッフェを召し上がりながら、
最上階からですね、残波岬や、はい、遠くの景色、天気がいい日はもう本当に最高ですので、はい、どうぞお越しください。いいですね、本当に贅沢ですよね、はい、今日みたいな天気、ね、最高かもしれませんね、はい、明日までも天気がいい日続くということで出てるの で、はい、であと13階といえば、はい、バーもあるじゃないですか。そうですね、スカイバーもございます。スカイバーは夜8時からの営業になりますが、ね、またそこからのまたなんだろうな、夜の、はい、もう昼間と違った感じの、あれもまた大人チックで、そうですね、ですよね、カウンター6席ぐらいなんですけども、うん、そこからですね眺めるあの遠くの夜景ですね、いいですよ ね、はい、ですね、カウンターいいですよね、いいですね、はい、大人、はい、そういうランチもやってるというですね13回のこれはあれですか、まあ12月からスタート、はい、来年2月までということなので、はい、カレーライスといえば、はい、もう大人気じゃないですか、もう大人から子供まで、そうですね、大人から子供、また種類も、そうですね、カレー以外もあるということなので、はい、ぜひお試しください。で皆さんランチ時間は何時ですか。お昼ランチバイキングは、はい、お昼12時から、14時30分まで、なるほど、ラストオーダーが14時となっております。はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、いいですね、本当にこの時期にこの場所でしか食べれないし、逆にこの風景も見ながら召し上がるということで、こんな贅沢ないですからね、はい、素敵です。たくさん食べて風邪など光るように、本当にそうですよね。よろしくお願いします、はいはい、いや素敵、もうお腹もこういうにして満たしてくれるロティナザンパミサティロイヤルホテルさん、皆さんもう12月ですよ、はい、どうしますかクリスマス、あ皆さん予定どうですか。クリスマス予定は今のところは、お仕事かなと思うんですが、お互い頑張りましょうね。、はい、ただ、この時期、家族、恋人、うん、はい、ご夫婦で、うん、には、おすすめのクリスマスディナービュッフェ、ディナーバイキングディナーですか、はい、をちょっとご紹介してみますね、はい、お願いします、はい、当ホテルには、2階レストランコローネ、うん、13階スカイレストランラファルト、はい、洋食レストランがございますが、うん、まず2階のレストランコローネ、うん、12月23日から25日の3日間、はい、クリスマスディナービュッフェを開催いたします、うん、こちらは、ファミリー向けの、レストランとなってまして、はい、料金がですね、うん、大人お夜お一人様2980円、小学生が1200円で、これ安いですね。さらにですね、ディナータイムこちらコローネでは、夜幼児同伴は無料となりますので、え、はい、幼児は無料なんですか、はい、小学生以下は、無料です。はい、ディナービュッフェですね。はい、なので、ファミリーに優しいレストランでございますので、ですね、はい、まあ、もちろんカップルでも、そうです、もちろんカップルでもよろしいですし、はい、またカップルのお客様には、うん、当ホテル13階スカイレストランラファール、なるほど、はい、お昼は、ランチビュッフェですが、はい、夜は、はいはい、ちょっと雰囲気をガラッと変えまして、クリスマスハーフバイキングというのを開催いたします。あ、ラファールではランチ以外にもディナーも、ディナーもやっております、はい、ディナーの方は、ハーフバイキングが、12月22日から24日ですね。あ、本当にこれこそ限定ですね、はい、クリスマスので、こちらですね、ハーフバイキングといいまして、はい、メインディッシュがですね、うん、牛フィレとフォアグラのパイ包み、うわ、和牛肉の赤ワイン肉み、鴨とフォアグラのリンゴのソテー、うん、オマールエビのトランシュ、はい、和牛ロースのドゥディとですね、その、お肉、お魚料理のメインを一つチョイスしていただいて、あとは、バイキングスタイルで召し上がっていただくハーフバイキングとなっています。いやこれ贅沢ですね、はい、ぜひ、これ要予約ですか。そうですね、混み合う予想がございますので、なるほど、予約された方がよろしいかと思います。脳が確実ってことですね、はい、そうですね、はい、クリスマスか、なんか美味しいもの食べたいって言われたらね、はい、なしかたねんさな、ザンパルをやるいちゅんなと、はい、家族の方には2階レストランコローネ、カップルの方には、13階ラファール、いいですね、はい、なんかそのスタイルでなんだろうな、使い分けできるっていうのも嬉しいですね。そうですね、でスカイレストランラファールの方は料金がですね、はい、大人お一人様5000円、はい、小学生が2500円、うん、3歳以上、未就学児は800円という料金になりますので、はい、安いですね、よろしくお願いします。でまたスカイレストランラファール、ハーフバイキングは24日ですが、はい、メインの12月25日クリスマスの日は ス、はい、スペシャルコースディナーの方もご用意しておりますので、なんすか、はい、スペシャルディナーって25日限定、これは1日のみ、ね、これまだメニューがですね、極秘、はい、今、いろいろ
料理長が頭を、すごい、はい、ひねらせて考えている途中でございます。もうしばらくお待ちいただいて。いやでも楽しみです ね、逆に商品を知らないで行くっていうのも、はい、そうですね、面白いかもしれないですね。何が出てくるかな、楽しみですね。いやでもね、このね、本当にプロ中のプロの方が考えるこの料理が食べれるって贅沢ですよね。はい、そうですね、ぜひともいい、はい、このクリスマスよろしくお願いいたします。ディナー終わった後にはまたねバーに行って。そうですね。あ、素敵、はい、ザンパロイヤルで本当に一日過ごせますね。はい、もう本当に、一日中、はい、ゆったりと。素晴らしい、はい。皆さんちなみにごめんなさい、はい、もう年末に入っていく中で、はい、宿泊状況もやっぱもう年末う、ね、正月の予約ってもう、年末年始はやはり混み合うんですが、はい、その前、クリスマスの時期などは、うん、多少は宿泊お部屋空いてますので、もしよろしければ、ね、はい、地元のお客様でクリスマスお食事したら、あ、そうか、ね、そうですよね、地元、はい、の方も全然ご利用できますからね。そうですね、まあ、お酒も入るかと思いますので、そうですね、ぜひ、宿泊されて、はい、うわ贅沢、はい、翌日ゆっくりとチェックアウトというのは、ね、素敵、はい、いいと思いますよ。ぜひやりたいですね。これホームページからでも詳細を見ることできるんですか。そうですね、ホテルの、はい、ホームページからでも、はい、情報で、または直接お問い合わせ、はい、ご予約ですね、うん、はい、はい、お電話番号をお伝えします。はい、お願いします。はい、沖縄残波岬ロイヤルホテル、ご予約お問い合わせは、はい、098-958-5000、うん、098-958-5000番まで。覚えやすい、お問い合わせよろしくお願いします。958-5000番ですよ、皆さんよろしくお願いします。いやもう本当になんか年末の話、クリスマスの話すると本当2017年ももう終わるんだなっていう感じではあるんですけども、ただ沖縄この天気、はい、まだまだなんか冬の実感はわからないんですけども、この残波岬ロイヤルホテルのですね、はい、やっぱりこのクリスマス絡みではないんですけども、イルミネーション、はい、そうですね、そちらちょっと紹介 もイルミネーションの方も、はい、徐々に、うん、日々に日に毎年なんかテーマがあるんですよね。そうですね、今年もイルカさんとか海の、イメージ、あとはロビーの方に、うん、はい、ロビー、はい、うん、今年は大きな、伝承でですね、はい、ツリーに見立てた、伝承の下に、うん、サンタさんのポスターに、はい、トナカイのイルミネーションっていうので、はい、飾ってますので、これ、はい、今までやってました、見たことないですね。今年初めてですね。あ、はい、そうなんですね。なのでもう設置されてるんですが、結構、はい、お客様家族で写真を撮ったり、ま、で歩いてる途中にすいませんシャッター押してもらえますかと言われるんですけど、あ、いいですね、でも、はい、この時期にこの場所でしかないっていうのは、そうですね、あ、いいですね、いい記念になると思いますので、いや素敵、もう本当にもうクリスマス近づくにつれて人々はなぜか知らないけどワクワクドキドキしてると思いますけども、はい、そんな中でこういうディナーとか、はい、ランチ、はい、いいですね、ぜひ予定を、立てて、お願いいたします。クリスマスの夜に、ね、プロポーズする方もいると思います。その時には OK もらったらぜひ宮田さんに、はい、連絡していただいて、2階ブライダルサロンでお待ちしておりますのでいや本当にね、もう誠意がある対応でもう本当にお願いしてよかったと。皆さん、私も連続で毎月、はい、結婚式招待されるんですけども、はい、全部残波岬ロイヤルホテル、はい、いや素晴らしい、それぐらいですね、もうみんながいいと、はい、いう場所になってますので、958-5000番、はい、沖縄残波岬ロイヤルホテルお問い合わせください、はい、皆さんありがとうございます、はい、で最後にブライダルフェア12月17日ありますので、はい、こちらの方もしよろしければ、お問い合わせの方もご一緒にお願いいたします。いいですね、ブライダルフェアもありますよ、ぜひ皆さん958-5000番、958-5000番、はい、沖縄残波岬ロイヤルホテルお問い合わせください、はい、毎週水曜日この時間は沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーションをお届けしました。皆さんありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。
連想レンタカーラジオドライブマップご案内します。連想レンタカーラジオドライブマップのコーナーです。このコーナーは沖縄県レンタカー協会三助会員の FM 読谷がレンタカーご利用すべての皆様に手渡されるドライブマップ、そちらの情報、まあ、中に載っている情報を皆様にお届けするコーナーとなっておりますけども、レンタカーご利用の皆さん、ドライブマップもらったでしょ。秋サビをうるままほったらかしでしてないですか。これね、一冊あるだけで沖縄県を制覇できると言ってもいい、言ってもいいでしょうのマップ、マップってドライブマップとなってますよ。活用ください。そんなドライブマップ22ページに我々 FM 読谷のスタッフがおすすめする読谷村、読谷村ってかわいい、読谷村情報、はい、載っております。でそのページ同じく22ページ上の方に読谷村ウェルカムプレゼントということで、ここのこのページのこの部分をちょっとご覧になってください。読谷村ウェルカムプレゼント、このドライブマップを持って FM ユタンの本スタジオに来ると先着ですこれ、毎月60名様にもらえるオリジナルティッシュボックスケース載ってますね。読谷村のキャラクターヨミトンがね、もう可愛くピンクイノンでね描かれておりますけども、ティッシュボックスケースここでしかない、買えない、ハティサビこれがもらえるんですよ。あなたドライブアップ22ページぜひご覧になってください。その他にも沖縄県を制覇できる情報盛りだくさんとなっているドライブマップ、いろんなね、なんだろうな、コメント情報とかもあってね、クスッと笑える情報もありますから、ぜひ皆さん参考にしてちょんまげ。以上、瞑想レンタカーラジオドライブマップでした。オカマバーを経営してるアキナです。私のお客さん、酒を飲むと泣いてしまう人が多くて、でもそんな時に私紹介するの、観光情報番組読谷ラジオ聞いてねって。するとね、お客さんは帰り際みんな笑顔になるの。あなたも観光情報番組読谷ラジオ聞くのよ。オカマのアキナでした。観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。時刻は9時49分、もう間もなく50分になろうとしてますね。最近はね、マサヤもなかなかナビゲーターとして、担当する日が少ないんですけども、それでも皆さんがね、こんなやってねメッセージくれるというのは非常にありがたいですね。本当にニフェーデービル、ラジオネームさくらんぼさんから来てます。ありがとうございます。まさやさん、曲は人生の目次、名言をありがとうございました。使わさせていただきます。まさやさんの声で言われるとメロメロしちゃいました。オリゴ糖ございました。なんでオリゴ糖って、多分ありがとうの間違いかな。オリゴ糖ございましたって何。はい、さくらんぼさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてのメッセージこちらですね。ラジオネーム毎度ありがとうございます、ゆいさんからいただいてます。ゆいさん、いつもありがとうございます。まさやさん、おはようございます。またまたまさやさんの担当の日をラジオで聞けてラッキーです、ということでありがとうございます。今日の沖縄の天気も晴れて最高な秋日和ですね。たまった洗濯を一気に今日も干しまくります。ではまたメッセージします、ということでね、いいですね。ゆいさん主婦ですか。たまった洗濯もん、まあ明日までは、まあ明日まではというか、気温はぐっと下がりますけども、雨の心配はないと思いますのでね、たまった洗濯もん、まあ布団を干すのは明日ぐらいまでかなとは思うんですけどもね、いいですね。ただ観光で沖縄にいらっしゃる方々も非常に秋日和、素晴らしいじゃないですか。さあ続いてはこちら、
ありがとうございます。たまよりたまたまさんですね。最近多いですね。ありがとうございます。マサヤさんおはようございます。セクシーボイスのおまけありがとうございますということで、あ、そうそう、あのね、ラジオが CM の時はユーストリームをご覧になっている方だけに私実はコメントをやってましてね。あ、たまよりたまたまさんはなんか俺が言ったらおかしいよね。たまよりたまたまさんはユーストリームで聞かれてるんですね。読谷村情報、お、ありがたい。自分が感じる読谷村なんですけども、ガジュマルが他の地域に比べて多い気がします。そしてガジュマルの下は涼しい。なんでかね、聞きます。なるほど。あのねたまたまさんあれなんですよ、日本一人口の多い村ってことでお話をさせていただいてるんですけども、植物も多分ね居心地がいいんでしょうね、読谷村は。ありがたいですね。あ、こういう情報ですよ、たまたまさんみたいな情報。皆さんこういう情報をぜひまた送ってください。間に合うかな。モモンガ Z さん、マサヤさんおはようございます。ラジオネーム、ラジオネームモモンガ Z なのにボンジョビですって言ってます。どっちなの。 ラジオでの CM 中に聞くマサヤさんの声は特別感があっていい感じですね。どういうこと。あ、これもあれかな、ユーストリーム聞いてるってことかな。調査団もマサヤさんらしい情報、マサヤさんだからこそできる情報ですね。横田に行ってキャラクター見に行こうかなってことでね。ああ、もうぜひ行ってください。癒しがありますよ。間に合うかな。繰り上がって10っていう、間に合うか。インターネット見てます。沖縄サンパ岬ロイヤルホテルさんについて最近お邪魔したんですが、ウェディングのイベントをやってるようでした。読谷村でウェディング悪くないなと思いましたということでね。あ、もうぜひニービッチはザンパ岬、沖縄サンパ岬ロイヤルホテルで、はい、婚礼か宮平さんまで9585000番にお問い合わせください。ありがとうございます。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、沖縄ザンパ岬ロイヤルホテル他各社の提供のもと、そしてこのラジオを聞いてくれた全ての皆様のおかげで今日も無事に終わります。また後からや。